お疲れ様です。お疲れ様です。250番です。ショー TV です。ご無沙汰しております。あ、ご無沙汰します。どれぐらいぶりですかね。あの、純さんの時ぶりですね。あ、そうですね。はい、正月以来ですね。正月以来ですね。ショーちゃんといえば、ロングの刑務所、岡山刑務所出身ということで、はい、知り合いの方がよく YouTube に出てるそうで。そうですね、 YouTube とかなんか Google の動画で岡山無期懲役で調べるとずらーっと出てる、まあ何人かポポポンと出てますね。その中で無期懲役だったのに、はい、外に出て、はい、また戻ってきちゃった人がいると、はいはいはい、いうことをさっきおっしゃってたと思うんですけど、はい、そんな方いるんですか。いますね。まあ僕が前も言ったけど、新入で最初入った木工場の五工場、そこの梱包作業のリーダー的存在だった人なんですけど、まあその時僕が出会った時はもう出戻りしてる時で、でまあちょっと親しくなったら、実は俺出戻りでみたいな、あ、そうなんですかって聞いたら、で内容聞いたら僕も驚いちゃって、まだ僕もそういう知識なかったんで、たかだかまあ車を買って、まあ軽自動車を買って、でそれでもう本当に路上駐車とか、まあそういう駐禁罰金もうたかがそれだけで、それを放置しててバレて、そのまままた同じ岡山刑務所に出戻りですね。うわ、最悪ですね、はい、だってそもそも無期懲役なんて出れるかどうかすら分かんないじゃないですか。そうなんですね。出た後も一生死ぬまで保護観察みたいなイメージでいいんですかね。そうですね、まあ一回まあ仮釈放で出てもそのルールがあって、もうずっとそれがもう死ぬまでついてくるんで、まあ一般人のように自由にギャンブルやったり酒飲んだり、まあそういったことはもうできないというか制限されちゃいますね。あの、外に出る時の遵守事項みたいのが多分あるんですよね。ありますね。はい、あります。それをあの破ると、まあ例えばそういう温和なね、そのそういう組合のトップの方が温和の方で、まあ多少は許してるケースもあると思うんですけど、でもやっぱり一人だけ許すとね、あれなんで、まああまりにも何度もやると遵守行違反で、それでまた出戻りになっちゃうんですかね。え、その人っていうのはそもそも何をして岡山行ったんですか。うわ、あの、強盗殺人ですね。はい、刑期何年ぐらい。あ、無期か。そうですね、無期懲役で、はい、休憩死刑とかなんですか。いや、そこまでね、その人には僕ちょっと聞かなかったんですよね。うん、どうですかね、まあ、僕とか250番さんがまだ本当に子供の頃の事件だとぐらいのレベルだと思いますよ、多分。まあ、せっかく出たのに。そうです、車乗んなきゃいいのにって思いますけどね。そうで、一応なんか聞いたら、そういうあの無期懲役で車のあの乗らない方がいいとか、乗っちゃいけないとか、なんかそういうことは言われるらしいんですよ。あの、なんでかというと、例えば事故、人身事故とかしたらもうそれだけで出戻りになってしまうんで、だからもうそういう普通に運転してたって相手からぶつかってくる場合もあるから、だからあえてもう常にそういうね、ルールが一生ついてくる中で、もう車なんかのね、乗んない方がいいとは言われてるんですけど、まあ、その人は車、まあ、買ってしまったみたいで。まあ普通に車僕らが乗ってたって、信号を青で渡ったって人が飛び込んでくる時あるじゃないですか。あるんじゃないですかね、はいはい、俺は車は乗んないですけど、ね、はい、だからまあなるべく無期の人はね、そういう危険に巻き込まれるようなまあことはしない方がいいっていうあれなのに、その人はまあどうしてもまあ、住んだとこも多分都内じゃなくて地方だと思うんですよ。ということになると移動手段がね、都内みたいに電車でっていうわけにいかないから、本人はなんか仕事の通勤でどうしても不便だから、車がないとやっぱりその仕事もその枠が決まっちゃうじゃないですか、はいはいはい、うん、せっかくここが決めたいけど通勤がみたいな、うん、都内だったら電車でね行けるとかあるけど、都内に出てくればよかったじゃないですかね。多分そうですよね、うん。まあ、こうやってやってると徐々になんかこう記憶が戻ってくるんだけど、まあ、かなりの透けこましの親父だったっていう、うん、女好きのね、うん、いつも女の女性の話ばっかなんか僕に言ってて、多分ね、あんまり僕も先輩だったから細かく聞かなかったけど、多分女性関係の事件だとは思いますよ。彼は女性を乗っけて、あ、事件がってことですね。そうですそうです。あ、入ってきた、そもそもの罪名がってことですか。多分そうだと思います。はい、まあ、暇があればそういう女性の話ばっかしてたんで、まあ、ちょっとエロい話とか、まあ、自慢話で俺は昔これぐらい あの彼女が何人もいたとか、まあ、そういう親父でしたね。それを塀の中で言って、しかも無期だとかなり虚しいと思うんですけどね。そうですね、はい。まあ、エロ本ばっか買ってた
感じですよね。あ、じゃあ別にエロ本買っても出れるってことですよね、はい、まあ出れるけど、あまりやっぱりもし性犯罪の場合はやっぱり好ましくないですよね。あんまり心象が悪いってことですね、うん、しない方ができれば、うん、僕ら勇気だったらね別にあれですけど、まあ勇気でも基本性犯罪でエロ本毎日買ってるってなったらやっぱりさ、仮釈放どういう生活してるってやっぱ調べるじゃないですか。その時にあいつ性犯罪なのにエロ本ばっか買ってるってなったら確かに、うん、プレイボーイの常連じゃないかみたいな。だからまずい、それはやっぱまずいですよ、うん、でもし250万さんが仮釈申請出す係だとしたら、じゃあ僕性犯罪でエロ本ばっか見ててそしたらやっぱり却下ってなるでしょ。まあなるかもしれないですね。そう、うん、まあ、人が決めてますからね。はいはい、うん、そうなんですよね。ちなみに、はい、その岡山刑務所ってよく、はい、あの YouTube に出てたりとかテレビ出てたりとかするじゃないですか、はいはい、ああいうのってやっぱりテレビ局が、はい、刑務所に行ってるわけですよね。そうですね、はい、あれってお金的なもんはまさかもらってない？あの、もらえてますね。もらえてる、はい、僕もその取材受けた懲役から聞いてるんで間違いないと思いますね。なんかそのままあの報奨金にあの出るときにあの、まあ、もちろん出るときにお金ってもらえるじゃないですか、はい、報奨金とか、まあ、預けたら領地金とか、うん、まあ、それにこうプラスされてる感じで。マジで、はい、金もらってインタビューされてたわけですね。そうです、岡山ね結構多いんですよ。岡山だいぶ多いと思いますよ。多いです。それで、うん、例えば僕らが工場行ってる時ってシャボってガラガラじゃないですか、うん、だからシャボを使ったり、うん、はい、やりますね。なんか半袖のなんかヨボヨボのおっさんとかが、そうですそうですまだ出たいと思ってますねなんつって言ってますもんね、はい、だからメディアもあのなんか妙に長期に来たがるんですよね。あ、はい、やっぱり濃い内容の事件が多いから、世の中騒がしたのが多いから、だからまあ工場で今日取材受けてお金もらえるんだなんて懲役が言ってたんでよく。へえ、はい、それ初めて知りました、はい、お金もらっているそうです。だから一応取材費ということであれみたいですね、はい、それはちょっと勉強になりましたね、はい、まあ、僕もそういうこと何人か受けた人に、はい、聞いてたんで。でもほとんど無期の人が多いですね。有期の人にやっぱ興味ないみたいですね、メディアないみたいです、ないみたいです、はい、無期懲役囚のなんか出れるか出れないか分からない絶望みたいなところが取りたいわけですもんね。そうですそうです、はい、死刑を免れた人たちみたいな、そうですそうです、そういう感じにしたいわけですよね、はい、いやでも僕もその動画とかねちょっとあの見たんですけど、メディアの人も酷なこと聞くんですよね。いや、その時なんでそういうことしたんですか、いやいやとか、どういう気持ちだったんですかって、それはちょっとって僕思ったんですよね。何十年前の話ですもんね、その人たちにとってはね。そう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 、まあでも遺族は苦しんでるってことなんですよ。そうですね、ずっとね。そうですね、はい。でもまあ前も言ったけど、たまに本当に許してはないけど、そういう手紙がねちゃんと来るような遺族から、そういうケースの方も本当にたまにいましたけどね。いや、それごく稀だと思いますよ。稀ですよ、稀ですよ。やっぱりもう、うん、たまたまその遺族の方がねこういうふうに対談してるんだって、やっぱり、はい、ね、被害者の方々とかその関係者からしたら、はい、何をこいつら刑務所入ってねヘラヘラって動画撮ってんだみたいな話にもなりますからね。なります、なります、うん、はい。まあ、向きってなるとね、あんまりね、はい、あの我々も、ね、ふざけて撮ってるあれでもないと思うんですけど、まあ、こういうのって実際に翔ちゃんみたいにロングに行った人じゃないとわからないことなんで、はいはいはい、まあ、こういう動画は僕はあの貴重だなとは思ってるんですよ、ね。あ、そうですか、はいはい。でまあ、僕もね、たまたまそういう経験、まあ、経験したくなかったんですけど、だけどまあ経験したから、まあ、こう喋れるというか、うんうん、250番さんにもね、僕があの関わって経験したことはね僕も答えれるんでね、うん、あ、ちなみに僕昨日休憩10年くらった女性の方インタビューしたんですよ。はいはい。あ、もう最近の、あ、昨日ですね。あ、昨日10年。いやいや、昨日10年の休憩を受けて、はい、で何年任せたんですか。判決7年半なんですけど、はい、未決合わせると9年ぐらいって言ってましたね。あははは、っていう方の取材をしたんで、うん、はいはい、その次の日にまた9年超えの翔ちゃんのインタビューをしてるわけですよ。あ、なるほどなるほどなるほどよくもまあそういう人がたくさん出てくれるなと思って、チャンネルにありがたいなと思っております。最近どうでしょうか、 YouTube の方は頑張っておりますか。まあちょこちょこ動画出してますけど、まあ総再生数もねなんか最近ちょろちょろちょろっと上がってきてはいるんで、そうですね、まあだからまあもうちょっとポンポンポンと出していけば、はい、まあなかなか仕事してると
厳しいですよね。そうなんですよね、結構疲れちゃって、だからもうやって、まあ、昨日もそうなんですけど、こう何回やってたけどいつの間にか寝てて、分かります、すげえ分かります。でパッてスマホ起きたら見るじゃないですか、はい、そしたらあれ編集画面のままになってるぞとかな、俺何やってたの、あそうだ編集中に寝ちゃったんだみたいな、そういうの多いですね。結構大きな火事ですねこれ、何台も来るんで。近くに止まりましたね、はい、まだ来ますね次が。じゃあこの辺で一旦終わりにしときましょうか。はい、ちょっと周りが騒がしくなってきましたので、この辺りで、動画の方は終わりにしようかなと思います。翔ちゃんのチャンネル貼っときますので皆様よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。